こんにちは、オムです。今回は試合後報酬のみ3枚確定を見ていきましょう。皆さん、2枚確定で使わないスカウトはどうしていますか？使い道がないので単発で引いたり捨てる方が大半だと思います。そのスカウトで何かに活用できないのか、もしくは3枚確定できたらいいなと思ったこともあるはずです。この動画では2月17最新の2枚確定で使わないスカウトを使い、所属リーグプラス2つのスカウトの3枚で3枚確定ができるスカウトを紹介していきます。注意点として、追い込みエリア中央などのスカウトは確定が少ないし、持っているだけでボックスを圧迫するだけなんで、今回は得意なチームコンセプト以外でまとめているということと、3枚確定は多すぎて全ては紹介しきれないんで、紹介するのは所属リーグ系のスカウトで、2通り以上の組み合わせがある選手を紹介するということがあります。時間の関係もあって、リーグ以外は調べれなかったことはご理解ください。それでは3枚確定見ていきましょう。ベルギーリーグ、北中米南米、GK センス、もしくはコラプシング、もしくは30歳以上、ラファエル・ロモ。チリリーグ、185センチ以上、ドリブル、もしくは瞬発力、ルーカス・ミラーノ。その他、アジア、左サイドバック、アフリカ、もしくはグランダーパス、頭とラオレ。ベルギーリーグ、左ウィング、カーブ、もしくはキック力、レバン・シェンギリア。未所属、左ウィング、ヘディング、もしくはフィジコン、モーリス・デビル。スペインリーグ、OMF、ヘディング、もしくはジャンプ、パブロ・ペレス。チリリーグ、CMF、ヘディング、もしくは185センチ以上、アルフレド・カナレス。その他アジア、アフリカ、左ウィング、もしくはボディコン、エルビス・カンソバ。その他アジア、アフリカ、CMF、もしくはカーブ、ホサム・モハメド。はい、今回は試合が報酬のみ3枚確定のリーグ系を見ていきました。以上であります。お待たせしましょう。バイ。